まだまだいけるってかーってみたいなやつあったよな。あったあった。はい、チクチョチョ。はい、どうも、アベルでーす。こんにちは。ライスボールとスワローさんの。はじめまして。久しぶり。久しぶりライブ。よかったなー。よかったです、本当に。最高でした。本当に最高だったです。ごちそうさまでした。マジでさ。うん。正直その最初、スワローさんがさ、うん、1時間弱ぐらいやったじゃん。うんうん。もう正直、もうお腹いっぱいだったもんな。いっぱいだった。すんげーもう満足感がもうその段階やって、このライスもあるのみたいな。安くない？俺自体がな、そのライブにあんまり行かないのもあるからさ、立ってみるのが結構新鮮だったの。弘前土手町のキープザビートさんで。あれなんか高取さんと結構話したよな。そう、俺高校の時にバンドをやってて、うん、ドラムを叩いてて、そう、実は高取さんがやってた違うライブハウスで結構お世話になってたのよ。あ、そっちも高取さんがやってた、うんうん、マグネットも。うん、あ、まず、あの、主役だったのか知らんけど、ああ、いたのよ、完全に。あ、そうなんだ。そうそう。それでも本当に10回とかじゃ期間ぐらい出たと思う。へぇ。で、まあ、その時のバンド名が、ひらがなでキューピーっていうバンド名なんだけど。そうなんだ。やばはず。はず。だから高取さんにちょっと挨拶して、実は高校の時すごいお世話になったんですって言ったら、まあ覚えてるわけないじゃん。10年前とかだからね。うんでバンド名はって聞かれて、キューピーってバンドなんですけどって言って、楽しかった。いや、こんな話誰が聞きたいなっていう。いや、でもそれがあってこそね。いや、確かに。ライブが好きじゃん、うん、シーは、うんうんうん。セットリスト1回ちょ確認してもいい？うん。まあ今ここにね、うん。ドラッと出して、なるほど。やつで。やっぱ正直ウルトラマリン最後に2曲盛り上がって終わるっつった、うん、スワローさんのそのスワローって曲とウルトラマリン、うん、やべくたなそれ以前から、うん、あのそのノータイトル時代の願い事あたりからもうボルテージはさそれも最高潮だったよな、うん、でもう多分えいえいってなってるもうライブ会場の感じだったよねそうありがったなあれななんかさ、うん、あのそのこの客が入って、うん、この声出しとか人がこんなにいてスタンディングでが初めてだみたいなそれさ、うん、なんか泣きそうにならなかったなんかいやいやめっちゃやばかったよなマジでって言ったもんそうなんだってそっからちょっとこう体の揺れが増えたいやでもなんかそれ聞いた時に、うん、熱くなった熱くなったよな、うんいやでも本当なその特に最後の2曲は、うん、スワローウルトラマリンコンボはすごかったんだな、うん、完全にコンボだったもんなコンボだったどっちもねアップテンポで、うん、ワイワイって感じでもうあれからウルトラマリンが忘れられなくてさあいい話だずっと脳内でウルトラマリンってなってるそこだけあとあのめっちゃ買うトゥトゥルル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 ルな気持ちいいとこな気持ちいいよなずっと流れてるなんかその帰り一緒に帰ってきたファンの仲間の方から、まあ、聞いた話で、うんうん、ウルトラマリンって絵の具の色、うん、絵描きらしいじゃんねそうこれがその、うん、フェルメール展のあの、うんうんうん、表紙になってるあの女の子のねなんか巻いてる感じの女の子の真珠の耳飾りのこととかが出てるっていうのは額があるだな、なあおしゃれだよおしゃれだなんかなんかさ一筋縄ではないというかさメロディーラインとかもそうじゃなかったなんか覚えやすいわけではないというかちょっと凝ってるみたいななるほどなるほど感じがしたんだよね俺はね勝手に言ってるんですけどいやある意味それでそういうのも知るっていうのもね、うん、またいいよね確かにあ全然関係ないんだけど、うん、あのまあ我々アンベアリーだからさ、うん、途中でそのアンベ君の名前にくれるシーンがあった、うん、もうなんか申し訳ないんだけど勝手に幸せ分けてもらう言ってたならかなもうアンベっていう言葉が出てる時点ではシラは勝手に確かにトゥインクルしてるからさいやバンドって感じした、うん、ドラムなドラム叩きたくなったよだから、ね、キャバインが練習しようって思ったって話あそれいい話だ、うん、いやポチ君がさ、うん、あの表情はさ、うんまあ、何気ない顔というかさ、うん、スーンとしてるけどやってることはえげつないもんな、うん、すごかったな超絶技巧全然わかんないけどでも自分でもむずいって言ってる、うん、ごすいとかねごすいいいんだよなそのごすいその FM 聞いてればめっちゃ聞くんだよ、うんうん、あそうなんだそうそうじゃ結構やっぱ知ってんだね元からねそうそうそう曲をね田舎者とかもだし、うん、最後のアンコールがさコラボで田舎者だったじゃん、うん、みんな絶対嬉しかったと思うんだけど、うん、俺ラジオ聞かんせいで、うん、知らなかった
スワローといえば、いやそうなの、トップ3に入るんじゃない、まあ、分かんない分かんない、でもそこから入る人もいるから、そこへ見てんな、あまあそうだね、うん、今日から入ってるわけだからね、そうそう、ね、うん、そう、でもチラッと思ったのはなんか誰かに似てるとかってさ言うのはなんか失礼に当たるのかもしれんけど、なんかその特にあのジャジーなとか大人な雰囲気のタイプの方の曲の時はさ、なんかあのシーナリンゴさんリスペクト的なものを若干感じた、怖い色に21には確かに感じねえ、うん、うん、なんかセクシーとかさあるよな、あったよね、確かに確かに、ノリノリのその昔のノータイトル時代のさ、なあれアップテンポの時はあれな、あれ可愛かったよな、そうそうあとそのそういう雰囲気、うん、ずっとそういう感じなのに MC の時は本当に女の子みたいな感じだったよね、うん、喜んでたしその反応とかに、うん、それもいいかった、なんかノータイトル時代の願い事、うん、ノリノリのね J-ROCK 的な感じでなんか可愛かったよね、うん、そういうのとか特になドラム叩き叩きってなるな、あなんだ、うん、てかライブならではのさウルトラマリンの最後あたりとかもう多分全部出し切る気でやってるやん、うん、もうだから音源にはないそのガンダリ声的なさのとかたまらなかったな、あーいい話だ、鳥肌立つよなあいうさ全力して盛り出してるみたいな、いやなんかあとその会場の盛り上がりボルテージがさ、うんうん、ドってこう増えたじゃん、うんうん、あれとかもなんかドワーってくるような鳥肌が、いやてか終わってからさスワローさん終わって大輔後ろじゃん、後ろ見たらもう大輔ちょっと泣きそうだったもん、そう泣きそうになった、なんかウルトラマリンの、うん、であれは、ね、でも気持ちわかる、向こうもそのレスポンスを望んでて、うん、それに応える観客完成してるって思った、苦手だよなあれマジで、その本当に音楽してるっていう感じがしたな、あーあの時ね、みんなでいや確かにそうそう、いやでもなんか俺も考えてみればさ、うんうん、あの函館とかのリンゴとジョナのライブも行ってはいるんだけど、うん、その辺から声は出してもいいんだけどまださ、うんうん、遠慮気味なのよ、あそうなんだ、うんうん、徐々に徐々にみたいな、うん、でももう今回のはさ、うん、誰も遠慮なかったじゃん、よかった超後ろの人がパチーみたいなやつだよね、いやライブって感じしたよ、そうそう、なんかその俺もその、うん、コロナ禍になる前までのリンゴミュージックのライブとか行ってた頃を思い出した、うん、なんか、確かにこんな感じだったなみたいな、で俺は出せないから声を、うん、でも楽しいのよ、うん、出してる人たちを見るのが、そうなんだ、なんかさライブハウスとかでこう腕組んで後ろで見てる人どうなんみたいなのがあったりするんだけどさ、うんうん、その、まあ、確かにあの品定めするようなつもりで見てる人もいるかもしれないけどそうじゃない人もいるって、うん、私ももうねこれから崩せないこと基本汗もかいてるし汗もかいてるしでもなんか俺らの前のさおじいちゃんおじいちゃんもさ多分その、うん、その曲とか知ってるかしら多分知らないんだろうけど、うん、でもすごい乗ってんだよな、うん、かわいかったよな、かわいかった前でもすぐ隣ぐらいの人でさ楽しい、いやなんかそれこそみんなそれぞれ楽しんでる感じがさ、うん、ありがったよな、愛おしかったよな、なんか幸せな空間やなと思ったよな、誠意を持って楽しみまくってたもん、そう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 いいなと思った、ありがったよ、うん、幸せだった、事前にねその新、うん、あの新アルバムは俺うんうんうん、一応ちょっと聴いてはいたのよ、うんうん、でうちの奥さんめっちゃ好きでさ、いや元からねめちゃくちゃ聴いてるんだけどさ、まあ、リングってその FM のイベントあって、うんうん、その時も見に行ってるから、その前の FM のファンミーティングっていう9月にあったイベントも行ってて聴いてるからさ、うん、マジで歌やべえと思って、いや歌めっちゃうまかったな、めっちゃうまかった、なんかもう言うのもやぼなくらいうまかった、なんかさバンドとさそのライスボールみたいなユニットとかのさ、うん、なんか違うような気が勝手にしててさ、うん、バンドだとやっぱ音もでかいからさ、うん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 、なんか声も叫ぶように出しても、うんうん、うるさくないというか、その中に溶け込むからさ、うん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 、ライスボールとかの曲でさ仮に激しいのあってもさブワーってできないじゃん多分、うんうんうん、なんかその違いみたいなのも少し なるほど面白ある分かんないけどな、分かんないけどね、でもだから気持ちよくさスポーンって出してたやん、うんうん、高音とかな、うんうん、特にかっこよかった、やばい、ゴスイってさ聞いてさ、うん、ゴスイって思ったの、うん、その場所は全然分からなくて、その後その、まあ、あの詳しいね知り合いから聞いたら、うん、午後の午に睡眠の睡、うん、昼寝のことだったという、うん、なんかその五水ってその幼稚園とかの小さい子がする時に結構その幼稚園の先生とかは普通に使う言葉らしい、意外と、うん、って言ってた里村さん確か。ということでライスボールですよ、ライスボールのちょっとセトリ確認しましょう、頼みます、順番はあれなんだけど、ちょっとツイッターの皆さんの参考にさせてもらうと、光、記憶、うん、MC、うん、で
人、うん、未来日本、お愛のグレーゾーン、うん、で MC、うん、で僕は土手町の時計台、お涙の選択 MC、うん、でじゃんけんぽんハローグッバイ、いやーすごい2459、MC 結構豊富に取ってくださったよな、うん、ちょっと一応一言にさ、うん、まとめてんだけど、まあ、大してやるのにああどうぞ光からだな、ああいや光はさもうまず登場から最高に可愛かったないや光さ、うん、可愛かったよな、うん、いやいつも可愛いけど、うん、今日は今回は輝いてたよな、すげえ目いったな、うん、マジでツヤツヤしてたそれ大丈夫いや、いい意味でいい意味でしかやってない大丈夫かな、結構暑かったもんね、めっちゃ暑かった、初手でも暑いもんだもんな、あもう初手で暑いねって感じだったもんね、うん、だからもうね、あの炊きたてのお米のようになそれが一言、いや、今は思いついたこれが許されるのかわからない、おのおのというか、俺の編集にかかってほしい、それは必要に応じて、うん、髪、しかも今回初めて巻いてたの、あのまあちょこちょこあるだろうけど、はいはい、初めて巻いてるのみたいな、俺は初めて見たなウィスパーマンいや、よかったよな、よかった、超なんか、はじけてなかった、そう、はじけてた、元気だった、まさにまさに、いや、そうです、いや最後のハログッバイの時が、いやすごかったね、あの髪がかってたな、可愛さが、うん、はじけてたな、確かに、ずっと目を奪われる感じだった、ジャンプしてたもん、ずっと、おい、サステージの真ん中はちょうど見えなかったんだよ、両端だけ見えんのよ、うん、でも光のこのこっち側に来た時真正面でな、うん、突き抜けてちょうど見える感じだったでしょ、ちょっと顔見してる感じいや、それは見るしか出ない歌詞間違えちゃったくだりもちょっとあったやな、それ分かんなかったんだよ、なんかどっかであったやな、でなんかもうさ曲の話じゃなくなっちゃうけどさ、うん、あの最後ね物販に行った時にさ、あの占い師光が出てきた、そう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 、2000円以上買えば1枚そのトレーディングカードもらえると、うん、でまあランダムでサイン入りなんです、うんうんうん、で結構みんな当たってんだよね、うん、外に出てきたいろんな人推しのサイン入り当たりましたみたいな、みんな勇者みたいな感じ、おーおーってなっててでもみんな多分 2,3 枚のうちの1枚当たってるんだよ、ね、うん、なるほどなるほど、でもうちらその全然買ってないから、うん、1枚だけのチャンスで占い師光が3人のサイン入りにすごワンチャンスが集まる、そうそう、なんかねふにゃらーって言って、うん、そのままこの流れでどっか遠くに行きそうになったのをスタッフさんに止められながら、ちょっと長い長いみたいなのでど真ん中の適当にやるから3つのサインちょっとこれアクアの話なんだけどさ、うん、その時俺、うん、まあ俺その話できないじゃん、うん、って感じで、で光がこうジャンってで俺マジ多分ほとんど喋ってなかったのに、うん、その時めっちゃでっけえ声で、うんうわーって言ってたんだよ、そしたらアクアは俺指さして笑ったっていうのも楽しかった、女神が、女神、アクアもほとんどその時までほとんど何も喋ってなかったのに、うん、その時だけ笑ってくれていやマジで対峙してもこうなっちゃうよな、そう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 、でもスターだからな、うん、でもなんか俺の勝手な自分のあれで言うとさ、うん、それぐらいの距離感がさ、うんうんうん、いいと思った、いやまあ確かになんか友達みたいになりたいなって思いもちろんあったりするんだけど、うん、それぐらい話せるようにね、うんうん、なれれば楽しいだろうなって思う反面さ、うんうん、友達みたいになっちゃえばなっちゃうほどさ、お久しぶりみたいなレベルになるじゃん、うんうん、ってなりたい、そうだよな、そうそう、光何なんだろう、無邪気さもあな、うん、素敵だよな、親近感とかで言ったら本当にだね、一番分かる、一番かもな、確かに確かに、え次どうする、アクア行く、うん、じゃあアクア行こう、ああれだね、赤ちゃんみたいな帽子可愛かったな似合ってた、似合ってた似合ってた、まあ、今回なんかその黄色を入れるっていう、うんうん、交差カラーというので黄色を入れるっていうので赤は綺麗帽子かぶって、うん、緑がイヤリングと靴下だったかな、こ、うん、んな小物やったんや、で見れねえか、光はね、うん、ハウチュア、光の服もいかったよ、光の服いかったよな、いやそれもあったのかなってこと、見らさったの、ああそういうこと、うん、でもアクアのさあのさ優しい微笑みはあれはどういうこと
すごないあれ。あれもだから目奪われるんだよ、ね。ああ、なるほどね。いや、あくはやっぱ天使的な位置だよね。うん、そっか、うん、そういうのはそういうことなんだ。うん、やっぱり。あれは天使だよ、確かに。うん、天使的な位置づけで。ふわーってしてるもんな。いや、あの、土手町の時計台の MC がさ、うん、なんでかそのアクア主体みたいな説明だったやん。うんうん、あの時のあの、なんていうの、アクアの優しい声に包まれる会場だったよ。ああ、なるほどね。みんなもう優しく見守って、ちょっとエモい曲というかな、そういう感じではあるもんな。うん、なんかあの MC からもね、真面目そうさというか、うん、伝わってきてさ、すごい好感が、もうより天使だったよな。なんか最初の MC 緑だったじゃん、うん、で結構暴走気味だったじゃん、めっちゃ荒ぶってたよ、ね。うん、で光もそれに乗っかってお笑いを始めてたじゃん。でも、うん、いや多分さ、かつてのフォースのリング娘とかだったら、うん、あのジョナがそこにいるから、うん、制止すんのよ。なるほど。でもさ、アクアはさ、うん、優しく時々言うけど、うんうんうん、ちょっとみたいな。みんな交差からにしたら、いや、いいからいいから結局交差のくだり、最初から最後まで、うん、あったもんな。あった、一番最後のな、うんうん、その日の思い出話に花咲いてちょっと残ってたり、写真撮って帰ってる人、うんうん、そこにライスボールが挨拶に来てくれて、うん、その時も最後に交差みたいなのやってこうやってたよな。そうそう、面白かった。どういうセンスがすごいな。で、アクアのその帰り、うん、その来てくれたじゃん最後、うん、で俺喋れないから、うん、でも手振ることはできんのよ、うん、だ最後ってやったら、うん、アクアもこうやってくれた。自慢や。いや自慢とかや。いやでも切れてる切れてる。身内にアンチ。そう、大元暮らし。じゃあ最後一回緑に。緑、どうだったっけ、あの緑か。そう、俺さ、あの記憶が今まで一番好きで、はいはい、まあ、じゃんけんぽんも好きだけど、はいはい、でも今回のライブでね、未来日本がね、めっちゃ好きなの。ああ。なんだろう、舐めてたんかなんか知らんけど、もうライブ見るとより好きになるみたいな。なるほどなるほど。未来日本が今回それで、ね、あるよな。だからライブで聞けばすげえ好きになるやつの、うん、それが今回未来日本が。かっけえ、あのサウンドがね完成されてる気がして、ズビビビズビビビみたいな、あ、バリバリした感じ。はいはいはい、かっこいいね。で、かっこいいなっていうのを、まあ、今日さっきぐらいに大輔に言ったら、それは緑が、うん、ちょっと担当したというか、プロデュースした。もう完全にね、今回そのだからね、緑の「未来日本」も「光の光」って曲も、うんうん、アクアの一人も全部、うん、3人分、そう、ね、でもなんかやっぱそれぞれカラーある感じで聞こえるもんな、うんうん、いや未来日本かっけえ、うん、いやボルテージ上がったよな、それこそ、うん、未来日本からの「アイヌグレーゾーン」でしょ、だと思う。未来日本終わった後もうグレーゾーンのあのフォルムになった瞬間、うん、みんなふぅーみたいな、うん、いや緑にさ、うん、全身緑ですねって言われて、うん、緑好きなんですかって言われて、はいって言って、あ、どっちの緑が好きなんですかみたいな、どっちの緑が好きなんですか的なことをいい顔で切り込んで、すんげえ可愛かったよな、あれあれはな。で、あれはいくね、あの心がさ、人によってはやっぱ浮ついてしまう。浮ついたよ、俺はもう一つの心で耐えたけど。喋りじゃんそれ。いやあれは意地悪な質問だったよ。どっちの緑にある、妻がある身なんだからさ、私はさ、あなたですって言えないじゃん、それは言うべきじゃないんだよ。言わない方がリアルだけどな。なんだっけな、いや何だよ、虫だから虫は俺笑ったんだよ、まずね、普通に声出して俺だけ笑ってるやシリーズあったわ。なんかいやでも基本面白いからな、面白いからな、うん、どれなのか、いやなんか変な間あったりさ、そう、光すらついていけないみたいな間ある時さ、うん、あーあれじゃない、大好きだよそれ、なんだっけ、うわなんだっけ、なんかあったよな、いやいやいやみたいなやつ、なんだったっけ、緑がいやいやいやって言って、うん、あ、違うわなんとかだ、いやいやとか言ってごめんみたいな、あーそうだ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 、なんだったっけ、なんだっけそれ、水分補給の下りでそうそうそう、でまあメンバーとかもこう水分補給して、うん、みんなも水分補給してねとかって言って、で、あの具合悪くなったら手を高く上げてくださいとかって言って、うんうん、だんだんだんだで、なんかまあ光が冗談で、うん、あの具合悪くなったら この場所で一番前で見てもいいからみたいなこと言って、うん、その後に緑がなんか聞いたような、うんうん、みんなめっちゃちょっとダブったんだよね、そのな、手上げるという要素が、うんうん、そうそうそう、
あのグヨルグヨって手挙げてくださいっていうやつとまだまだいけるか的なやつと、うん、ダブっていける人も手挙げたけどふざけて手挙げたみたいになって緑がいや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 ってみんな具合悪いかいみたい な感じだけど、あまだ大丈夫ってことねごめんねみたいな感じだった時にまあ面白かった。確かに後ろからフヒーって聞こえてくるかもしれない。フヒーだもん。だから数出てるから、ね、確かにちょっとライブの話じゃないんだけど、うん、FM 青森ラジモットの公開収録の時も、うん、あの大豆さんと緑がトークするみたいなちょっとセッションがあった時に、うん、大豆さんが、うん、あの他のリンゴ娘リンゴミュージックのメンバーと私ももうちょっと絡みに行ってもいいみたいな、うん、あの今緑と一番仲良くしてるけど、うん、もっと今後、うん、他のライズとかリンゴ娘とかと絡んだりするのとかって嫉妬とかしたりするって言ったら、うんうん、いやしないですって即答したんだよ。でもみどりさんのアドスンがさ、うん、あしないとかって言っちゃったって、うんうんうん、でも私そういう嫉妬とかしない人なんでって、うん、なんかそのさ、うん、垣間見える、ね、垣間見える。しかもその時さ光がさまだまだいけるかみたいなさ、うん、言い方ちょっと変な感じで言ったり、その何回か あのレスポンスの時その時だったかな、ちょっとそのさ 別かもしれない。これちょっと申し訳ないです、コメント欄で修正してもらえればいい。まだまだいけるってかって。それすごい。だから基本なんて言ったか分かんないどう神だみたいな。お題いけるってかーってみたいなやつあったよ。光はあくまで噛んでない感じで言ったけど、うん、噛んだのかもしれない。いやだよな、噛んだよな、ね、間違えたんだよな、言葉を。いけってかだな、そこ、いやいやいやは面白かった。面白かった、面白かったな。だから右前の人、めっちゃ普通にあげたんだよ、結構、うん、緑的には、いやふざけてあげないでくださいのいやいやいやがね、あったんだけど、ふざけてなかったんだっていう謝罪。楽しかったな、あれは。いい子だなっていうな、うんうん、いやいやとか言ってすいません。ちょっと他にも多分いっぱいあるんだけど、うん、正直言ってこの多分みんなも一緒だと思うんだけど、うん、ライブ終わった後記憶この、no. 失うっていう混濁するよね。そうそう、セトリとかもう一切覚えてないもんね。本当にそのウルトラマリン、スワローウルトラマリンまではあっても、うん、最初の1曲目とか覚えてる、うん、そのあこっからその最後までの間の場所最初と最後なんか夢みたいになるような、うん、なるよな。うん、大好き。調子どうなった？アンビグだった。よっしゃ、アンビグだった。アンビくん、アンビくんありがとうございました。